幼少期から童謡歌手として活動し、宝塚歌劇団の退団後は NHK お母さんと一緒第19代歌のお姉さんに就任した灰田さん。現在もミュージカルやコンサートなど音楽活動に励んでおり、今でも大人気の灰田祥子お姉さんが激怒エピソードを語り話題に。私はもっと大好きになりましたよ。祥子お姉さんの2つのエピソードをご紹介します。2020年8月放送お母さんと一緒の収録で激怒したエピソード、2014年9月放送お母さんと一緒のオーディションを受けた時のエピソード。それではどうぞ。あいつ収録中の激怒エピソード。祥子お姉さんといえば、2003年から5年にわたって NHK 教育番組お母さんと一緒で第19代目の歌のお姉さんを担当。圧倒的な歌唱力もさることながら、番組内で披露した絵描き歌では放送時刻級の絵を描いて画伯としての頭角も現し、子供はもちろん親世代からも人気を集めていましたね。番組で怒ったことはあるかと尋ねられた祥子お姉さんは、生きているうちに2回ぐらいありますとお母さんと一緒収録中に起きたトラブルを口に。ある日の撮影で泣いている子供の出演者と手をつないで踊っていたところ、スタッフから手をつながないで両手で踊ってくださいと注意が入ったそう。そこでお姉さんは泣いている子と一緒に踊りたかったので手をつないだんですと言っても分かってもらえなくてと言い、最終的にだったら私はもう歌のお姉さん辞めさせてください、私そんなテレビの前だけでニコニコしてるだけはやりませんと辞職宣言。その後楽屋へ戻り、やきもきした気持ちをティッシュを投げたのだが、祥子お姉さんはティッシュの箱を投げる勇気がなくて1枚だけをピュッと、悔しい思いで投げたんですけど、ふわふわふわってなりましたと天然ぶりを交えながら話していました。放送後おかいつ番組へのフォローも忘れず。放送後灰田お姉さんのもとには同情する声が寄せられたことを受け、自身のインスタグラムを更新しフォローしています。なんと優しいのでしょう。今でも大人気の理由がよくわかります。おかいつオーディションエピソード。遡ること2014年9月にも番組内で祥子お姉さんがお母さんと一緒のオーディションを受けた時の話をしておりましたのでご紹介いたします。祥子お姉さんがお母さんと一緒のオーディションを受けた時、ある出来事がありました。それは最後まで残った6名で同じ控え室にいた時でした。次に歌う楽曲の楽譜をもらったのですが、一人の女性がわからないからと周囲のメンバーに声をかけたのです。しかしみんな自分のことに集中して受け負わない。そんな中で灰田祥子お姉さんだけは楽譜を見ながら彼女にアドバイスをしたのです。結果自分の練習をすることのないままオーディションを受けることに。実はその控え室にはオーディションの審査員が居合わせており、灰田祥子お姉さんの言動を他の審査員にも伝えたことから彼女が選ばれる大きな要因となったことを後に知ったそうです。裏表がなく純粋で優しい祥子お姉さん、エピソードからも伝わってきますね。最後までご覧いただきありがとうございました。現在もミュージカルやコンサートなど音楽活動に励んでいますが、コンサートやライブにお越しになれない方にも歌を届けられたらいいなとずっと考えていましたと、より多くの人に歌を届けたいという思いから YouTube チャンネルを開設しています。概要欄にも掲載しておきますので、もしもまだ見たことがないという方はぜひ祥子お姉さんの YouTube チェックしてみてください。